東北電力、東北電力株式会社、東北電力は、東北地方6県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県と、新潟県を主な営業区域とする電力会社。本店所在地は、宮城県仙台市。東北6県と新潟県以下、便宜上、東北7県とシルスを事業地域とする、 電力会社である。電源周波数は 50Hz であるが、新潟県の佐渡市全域、糸井川市と三郷市の一部の計算地域では 60Hz で供給している。このうち佐渡市は市内にある同社の発電所、火力、内燃力発電、水力化の独自供給にて、また、糸井川市と三郷市の 60Hz 地域では、北陸電力や中部電力から、 電力融通を受けて管轄している。また、新潟県湯沢町の一部は、東京電力から 50Hz の電力融通を受けて、管轄している。東京電力、関西電力、中部電力に次いで、売上高が大きく、また、東京とより北に本社を置く企業の中では、最大の企業である。そのため、東北7県の企業が加盟する、東北経済連合会では、 リーダーアップを取っている。同社の影響力により作られる東北7県という枠組みについては、東北地方定期域と名称を参照。略称は東北電であるが、事業地域内では電力あるいは電力産と略されることがしばしばである。東電のテプコ、テプコ、関電のケプコ、ケプコ、中電がかつて利用していたセプコ、セプコ、また、 北海道電力がかつて利用していたヘプコ、ヘプコのように東北エプコ、東北エプコ、ド北エプコごくまれにトエプコ、トプコ、またはエネプコ、エナプコ、イースタンノース、東北エプコの場合も略されることもあるが一般的ではない。電気事業連合会加盟の他社が CI を次々と導入する中、現時点では従来のロゴタイプ、アルファベットの T と D、 t を北、D 円力を丸型に合わせたもの。社名の字体を今もただ使用している。ただし、社用車の社名の字体は変更。東北電力の、電の字は、雨冠の4本の点が2本の縦棒となっている。コーポレートスローガンは、より、そう、力。2015年10月に制定された。東北電力と東京電力は、互いに、多くの電力融通を行っている。 これは、東北電力管内では、冬の電力需要が多く、夏の電力需要に対しては、若干の供給の余裕があるという事情がある。夏季は、多くの電力を、東京電力に融通し、多額の売電収入を得ている。一方、現闘機は、かつて、東北電力管内にある、東京電力の火力発電所から、電力の融通を受けていたが、1990年代中頃から、 大幅に発電能力が引き上げられ、現在の受電量はさほど大きくない。東北電力と東京電力が共に 50Hz である一方、東京電力に隣接するもう一方の中部電力は 60Hz であり、変換所を経由しなければならないことから、東北電力からの供給に比べて融通しにくい。東京電力の原子力発電施設はすべて、 東北電力管内にある新潟県柏崎刈羽や福島県浜通り、青森県東通り村。ただし、福島第一、第二原発は東日本大震災で被災して廃炉予定。柏崎刈羽原発は停止中、東通り原発の東電群は建設準備中。このため、これらの地域で原子力の広報番組は東京、 東北の両社のスポンサーで行われた歴史があり、両社は密接な関係にあった。2015年10月1日、東京ガストの接班出資によって、大口需要者を対象とする電力販売を行う新会社であるシナジアパワーを東京都台東区に設立した。新会社は当面北、関東を軸に営業を展開し、翌16年4月1日には電力供給を開始した。 また同日付で首都圏における一般家庭向けの電力販売に参入。東北電は東北出身者などに広く契約をアピールしたいとしている。子会社である東北天然ガス株式会社が新潟市仙台市間のパイプラインを保有している。新潟東港には LNG を取り扱うことができる施設があり仙台港に LNG 施設を新設するよりも安上がりであるという事情が背景にある。仙台市と隣接地域で都市ガス事業を行っている仙台市ガス局はこのパイプラインを通じて供給を受けている。また山形市、福島市、郡山市への都市ガス供給目的で既存のパイプラインから分岐させる形で支線が建設された。合計230箇所1 817万5、450キロワット、2016年3月31日時点。208箇所、約243万キロワット。12箇所、計画中1箇所、1、168万1、150キロワット、関連会社経営の発電所除く。2箇所、327万4000キロワット8箇所、22万8600キロワット。 4箇所、3 1 9 3 0 0ット。太字は連結式会社。車体分は持ち分法適用会社。現在、本店は、エナジースクエア、東北電力本店ビルに入居している。旧本店は、電力ビルに所在したが、現在は、子会社、関連会社が入居している。同ビルの主な施設として、グリーンプラザと電力ホールがあり、グリーンプラザは、 イベント会場や市民の街やは場所、休憩場所などとして利用されている。電力ホールは仙台市内の主なホールの一つであり、コンサートや芸術のイベントに利用されている。電力ビル前からは市内、都市間高速の多くのバス路線が発着している。なお、電力ビル及びエナジースクエアはいずれも連結市会社である東日本工業の所有ビルである。 東北電力が提供する番組は営業区域の東北7県でブロックネット放送されており番組内では東北6県と新潟県という同社発行の広報誌紙も同様に記載他の多くのブロックネット番組が新潟県を除く東北6県で放送されているのと対象をなす参照なお2011年3月11日に発生した 東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に伴い、2012年2月時点、以下の番組での東北電力の番組提供はすべて、見合わせとなっていた、番組によっては休止したもがある。該当する番組における、通常の CM の放送は行われず、CM 枠は、AC ジャパンへの差し替え、または節電のお願いを伝える社国形式の CM、等に変更されていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。